お供えでお酒をもらえる日が来るなんて。今日はこのお酒で。こんばんは。改めまして、ここの神社で神様をやっている風宮祭りかか。わかる。混乱する気持ち、すっごくわかる。でもこれは現実なのです。私もこんな登場するの初めてだから混乱してるんだけど、でも元はといえば君が呼び出したのが始まりでしょ。いや、だから君が私を呼び出したって言ったの。ここにお酒なんか置かれちゃったらそりゃ食いついちゃうでしょ、私が。え？何その呆れた顔。君がここにお酒を置いたからでしょ？な、しっけえな。本物の神様に決まってるじゃん。お酒が好きな神様なんて5万っているんだからね。で、なんで君と言い争いしてるんだ私は。はあ、なにこれ、すっごくおいしい。いや、本当に君も飲んでみなよ。どう？おいしいでしょ？って、ちょっと、大丈夫？はい、これお水。え？本当に大丈夫？やっぱりお酒苦手だったんじゃん。いやいや、そんな咳込んだまま否定されても説得力全然ないから。はあ、だから無理しないでって言ったのに。なんでこんなところでカッコつけるかな。そんなこと言って顔真っ赤ですけど。いや、ごめん。でも、おかしくって。だって、顔真っ赤にしながら、まだまだ全然飲めますって。いやー、君面白いね。バカにしてないって。ただ楽しいから笑ってるだけだって。ほんとほんと。痛くない？うんうん、そうでしょ？なんせ、神様の耳かきだから気持ちいいに決まってるよ。くすぐったかったらやめるって言ってもいいんだからね。でも、人の耳かきをするのって初めてだから、ちょっと緊張しちゃうな。
ちょっとくすぐったかった？さっきから震えてるから耳弱いのかなって。よーし、右耳は終わりっと。どうする？このふわふわもやっちゃう？なんて言うんだっけ？梵天、ん？そう、それ、梵天！そうだね、せっかくここまでやったんだし、梵天もしちゃおっか。それじゃあ、いくよー。どうかな？気持ちいい？よかったよかった。この、梵天っていうの、気持ちいいよね。やっぱり、自分でやるのと、人にやってもらうのとじゃ違う？へえ。いや、私もやってもらいたいなぁ、なんて。こんなに気持ちよさそうに眠られると。私まで眠くなってきちゃうな。ん？あれ？今ピクピク震えたような。気のせいかな。いや、気のせいじゃない。やっぱり耳弱かったんじゃん。まあ、可愛いから見逃してあげよう。もともと勝負なんてする気なかったしね。お供えしてくれたお礼はできないかなって思って。思いついたのが耳かきくらいしかなかったわけで。でも気持ちよさそうにしてるし、お礼はできたって思っていいのかな。あとこっちの耳だけだし、頑張ろ。ふう、残すは梵天のみ。また震えてるし。なんか見てると面白いな。特に左耳が弱いのかな。やっぱりそうだ。
反応かわいいな。よいしょっと。耳かき終わり。ふぅ、結構時間かかっちゃったかな。本格的に冷えてきちゃった。それにしても、まさかこんなことになるとは。最初は、なんだこいつって思ったけど、話してみるとすっごく楽しかったし。本当に今日はいい夜だった。